ポルチェ。2021年9月26日です。マウント富士キャンプリゾートでキャンプしています。
前に帰ってきました。BNB で借りてる部屋まで戻ってきました。出て行った時のままですね。清掃は入んないのかな。帰ってきて昼寝をして、なんだ、まあ、帰ってきてって言っても、東京で借りてる Airbnb のホテルなんですけど、そこに帰ってきて、昼寝をして、で、ジーズアカデミーのメンターですね、ミーティングをやって、で、シャワー浴びて、で、まあ、動画とか 見つつ、適当な時間でシャワー浴びて、今から、名古屋コーチン、名古屋コーチンというものを食べに行きます。名古屋コーチンって多分鳥ですよね。鳥の鍋、鳥鍋をちょっと食べに行ってこようと思います。居酒屋でしたら個室で10時までやってます。ここまで門がライトアップしてるので、ああ、なるほど。パンダミュージアムと一緒に合わせて映えスポットです。車映えスポット。この前も夜散歩してた時にすごい車がバーッと入ってきて、でも映え